はい、皆さんこんにちは、ワネルグリフィッシュです。信長大暴走、朝鮮国立史で織田信忠でのプレイ続きをやっていきたいと思います。前回最後ですね、木曽福島、信濃方面ですね、北条の侵攻を受けている中、どうしても木曽福島城を救うために家康の、勢力圏内を通る必要があったので、家康と再び和睦をして停戦をしたというのを前回最後お届けしました。で、それによって朝廷の信用度を全部使ってしまったので、再び朝廷に対して工作を仕掛けているというところで、畿内の方では筒井順慶を攻めていますと。で、筒井攻め、今ですね佳境に入っていますが、筒井攻めが終わったらですね、今度は明智ですね、明智を抑えて毛利に備えるというのをやっていこうかなと思ってます。で、こちらに関しては木曽福島で、なんとかね撃退できるだけの戦力は整えられたかなというところ、北陸方面に関してはなんとかここ柴田勝家隊を含め上杉の侵攻を食い止めているというのが現在の状況です。畿内に関しては、一定の大名家を従属させてますので、これをもとになんとかね、毛利、島津、長宗我部、この辺りとね、渡り合っていくために、自力をつけていくっていうことをやっていきたいと思います。では早速続きをやっていきましょう。まずは何と言ってもね、この、筒井を攻め滅ぼすというところがポイントになってくるかなとは思いますね。で、今いる戦力でどうにか支えきれるかなという感じにはなってきましたので、清正はこのまま入城させて、あとはですね、今黒田官兵衛を、そうだな、部隊数っていうよりかは、その、兵力数が多いところにね、やっぱ優秀な武将は入れていきたいので、桐山御所の方に入れていきましょう。その他で言うと、柴田勝家が北陸を抑えてくれてる間に、前田圭司とかを、この木曽福島に派遣中。で、今尾張一帯は戦力的に空白地帯を作っても大丈夫なので、というのは先ほど話したように、今徳川家とは停戦中6ヶ月あるので、今のうちに部隊を出陣させて、いざ参ろう、この久喜義高を攻めましょう。久喜を抑えちゃうと実は何がいいかっていうと、今攻めることによって徳川と戦闘にならずに簡単に茎を落とせるんで、これを使わない手はないですよね。信忠ももう出陣させちゃいましょう。今出せる戦力でいうとそれくらいかな。岐阜はちょっと戦力残しておきたい。清水山も残しておきたいってことを考えるとこれくらいですかね。ちょっとこれで一旦様子見ましょう。で、秀次に関しては筒井攻めではなくて急遽茎攻めに変えましょう。で、あとは進出系ですね。そしたら建設を、建設はね、委任しちゃいましょう。めんどくさいんで。で、やっぱり、改修ですね。お城の改修。ここはね、もうしっかり、バシバシ、やっていきましょう。
まあ、やっぱりお城の第5段階ぐらいまでにはしておきたいかなというのもあるし、あとは城を攻められた時にね、どうしても城門が溶かされちゃうような感じだと厳しいので、なんとかねそうならないようにはしていきたいなとは思うんですが。で、今度は金不足か、まあ、ちょっとここで一旦様子見ますか。本来だったらね兵糧を売ってもいいんですけど、ちょっと今戦が立て込んでるので兵糧もねできるだけ手元に残しておきたいというのもありますからね。これで一旦ちょっと様子を見ましょう。ではターンを送っていきます。加勢いたす。今気になるところで言うと、やっぱり何はともあれ木曽福島だよね。つけ立ちしよう。逃げたければ逃げなさい。で、一応これらの部隊を一旦退けたので急いで帰りましょう。やっぱり兵力をねお城に戻して回復させないと、いずれ来るであろう大きな戦で勝てなくなりますからね。ではこの状態で合戦をして城を落としていきます。表情を一回スキップしちゃったか、まあ、しょうがないですね。ちょっと焦っちゃったかな。敵城門突破しました。我らが攻めに耐えられるか。参るぞ。我に続け。引け。引くぞ。正々堂々勝負しなさい。敵城門突破しました。これで決まりだな。すぐに片付けてやるさ。はじめとも覚悟は良いか。これで決めます。敵城門突破しました。退却する。さあこれで敵の戦力は無力化しましたので、あとはね耐久を削っていきましょう。ここで城を落としたので、あと筒井はもう一つですね。でそこを落とせば左近が手に入りますね。あとは機内もほぼ平定済みになるので、だいぶ機内が安定しそうです。命を無駄にするでないぞ。そしたら援軍として信純を派遣していきましょう。で分部隊とかに関しては、違う、ここは引き続き攻めてるんだね。回戦をしていきましょうかっていうところですね。議場します。承知いたしました。もう一気にひねりつぶしましょう。行くぞ。
始めるか。続きなさい。引け。敵城門突破しました。城門を破壊しました。ここで先に戦力を削れれば。お任せください。敵城門突破しました。行きます。決着をつけるとしよう。よし、行くぞ。引け。これでもう終わりかな。敵の兵力は無効化したので、いや、あっさり筒井は落とせましたね。攻めてみればどうってことはなかったですね。まあ、これで本当に機内は取ったので、まああと心中させてる武将大名家がね離れていくってことがなければ、このまま機内は安定できます。道を開けよ。敵将捕獲した。そしたら急いで騎乗させていきましょう。でそうなると、あと、まあ、鈴木もちょっと邪魔だけど、鈴木とことを構えるのはまだ先にしましょう。先にやっぱりね、戦っていかなきゃいけないところで言うと、明智、ここを潰していかないといけないかなってとこかな。あとは秀長もね、こちらについてほしいとこですよね。で、あとそういう意味で言うと、安藤家と上杉家の停戦が7ヶ月になってますね、今。この停戦が切れたタイミングで安藤に攻撃を仕掛けていきましょう。どうしても茎をしたかはここで下しておきたいな。なんとかなるかな。城へ戻る。あなた方はもう終わりですね。我が策で勝利をつかみます。包囲するぞ。一気に敵を攻め落としましょう。上場を始めます。報告いたしますぞ。そしたら配属で武将を入れていきますねと思ったけど、武将は入ってるの？土一も入ってるね。なのでここは誰軍団に属しているかというと、筒井は信孝の軍団に入ってますね。であれば信孝のところにより気をつけましょう。で、まあ安土から派遣を当然ねしていった方がいいかなと思いますんで、安土から適当に山浦君とかを含めて何か入れていきます。で、他武将数が不足している軍団がないかどうかっていうのをちょっと見ていきましょうか。まずは軍団がね、いくつあるかっていうのをちょっと見ていかなきゃいけないけど、そのあたりをサクッと見れるところはないかな。家臣団とかじゃないしね。まあでもせっかくなんで家臣団をちょっとここで編成していっちゃいますか。裏草入れますか。今ね、ちょうど真田丸の方で井上潤さんが長益子の裏草をねやってますよね。なので一門衆を入れて、普代衆に、普代はな、裏切った武将とかを入れるのもどうかなとは思うけど、まあこの辺りを入れていきますか。上から順に。で、新参で言うと、長政新参かっていうと、お国とか入れたいですよね。あとは、牛一。太田牛一はでも、新参ではないですよね、どう見ても。あとは、そうだな、木曽義政とか新参ですよね、間違いなく。五右衛門とかも入れちゃいますか？
まあ、こんなところかな。やすけ天海とかね、この辺をちょっと入れときましょう。さあ、こんなとこでいいですかね。おっと、そしたらバグったかな。ちょっと今操作が効かなくなってるぞ。はい、というところでバグから戻ってきました。押せるようになってきましたので、これでいきましょう。で、あとはですね、今この茎を下か攻めてますけど、何をしていたかというと、与力をね配属していきましょうというところで、やってました。なので筒以上にも与力を入れていこうかな。与力を入れていこうっていうか、与力を与えていこうって言った方がいいのかな。安土に人をねいっぱい入れててもしょうがないですからね。信澄いて、岐阜城、信孝、細川、まあ、これくらいでいいのかな。もうちょっと増えてきたら、拠点がですね増えてきたら、軍団をちょっと見直しましょうか。で、ここでまた金不足になっちゃうと。なるほど。であれば、ちょっと一旦内政面を置いておいて、清高を攻めましょう。逃げるなら今のうちよ。始めるぞ。やってくれる。城門を破壊しました。戦力的にはもう300しかいないので、まあ簡単に落とせる城かなとは思いますが。まあ、秀次がやっぱりちょっと能力以上に弱いですよね。いや、能力通りって言った方がいいのかな。で、結構優秀な武将たち、その本能寺の変の時に独立していった武将たちっていうのは、城持ちの武将たちが、まあ、独立していったというのもあるんで、優秀な武将たちが独立していってしまったっていうのがあるんですよね。故に力を合わせ戦い抜くのだ。敵将捕らえたり。信忠のもとに残ってる武将たちというのは決して優秀ではない武将たちが多いっていうのも事実として、まあ実際問題あるので、それらの武将をね回収していくっていうところで、まあ勝家、柴田勝家だったり、まあ今ね敵、もともと敵ではありましたけど島左近、この辺りを回収していっているので、これらの武将の駒が揃ってくれば、多少兵力的に融通が効かない状態であっても、武将の質能力でなんとかねカバーすることもできるんじゃないかなと思いますんで。よし、これで落としましたね。そしたら急いで兵を返していきましょう。どうしても動かせないのがやっぱりここなんですよね。この勝家含め7000ぐらいの兵は駐留させざるを得ないところなので、まあ我慢しましょうというところかな。あと秀長が今攻めてきてるのか。秀長が攻めてきてるけど、ここ山名はどうなんだろう。見殺しにせざるを得ないのかな。今のうちにあとどうでしょう。
明智を倒しておくっていうのもありかな。明智が毛利と組んでるとかっていうことはないね。だったら明智を潰すか、安藤を攻めるか。安藤さんはただ上杉と停戦中か。停戦ぐらいだと攻めては来ないんじゃないかな。ちょっと思い切って安藤攻め、安藤を攻めておくと何がいいかっていうと、いきなり岐阜とか美濃に侵攻されなくて済むっていうのはありますよね。毛利がちょっとでかくなりすぎてるよな。北条、まあ、上杉はなんとか抑え込めるとしても、やっぱり安藤、姉小路、それと明智かな。ただ明智を攻めるときに同時にどうしても秀長もね、相手にしなきゃいけなくなるっていうのはきついな。今ただ逆に言うとあれかな、弓木城からこの秀長のいる翡翠城に攻め込めば、結果山名家を助けられるんじゃないかなって考えると、ちょっとそうだな、思い切った作戦を展開してみましょう。何をするかというと、今まだ尾張に侵攻をかけられている状態ではないので、今のうちに明智を攻めましょう。明智と秀長を同時に攻めます。で、毛利戦線の形成をちょっともう一回していくということでやっていきましょうか。で、鈴木をじわじわ削って、秀吉をもう一度毛利戦線に投入しつつ、家康、上杉と対峙していくというのをちょっと検討していきたいと思います。ちょっと今回、まあ、30分未満ですが、一旦ここで切ってですね、次回明智攻めをやっていきたいと思います。今回は畿内を平定したというところで、一旦区切りを置きたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。